番中村さんです。どうも、この最初は1件でも4件で書類でまずだったら謝りたかったですね。今の喧嘩バトル割れたのが始まったんですけど、かける上原ファイトクラブなんですけど、よかったら協力してほしいなって。スピンタクルできるって言うかな、そういう中村さんがやったとかないんですか。僕がやったかともあるんだ。あ、あるんだ。うん、こんにちは、竹田です。今日はね、とうとう11月30日、はい、俊君と永瀬の試合です。おー、チャンピオン育成枠から2人デビューです。今日すっかり勝ってもらってね、トントントーンと上まで行ってもらいたいんですよ。その前に今日はね、後楽園ってことで、ここ。おー、なんか。手料理、ピアさん。で、食事をしていきたいと思うんですけど、今日はゲストがいます。お、なんと、前回コラボした、バン中村さんです。どうも、どうも。久しぶり。今日はお招きいただいてというか、ちょっと待って、はい、準備してますね。オセロで確かに白黒ってこと。この前ね、あのちょっとスパーリングやらせてもらったの、結構反響が良くて、本当良かった。そうです、ね、めちゃめちゃ、はい、俺もちょっと体力が落ちたからさ、はい、あれから練習したんだ。あ、そうなんですか。負け込んでやろうよ。あ、やりましょう、ぜひぜひ。悔しくてね、ちょっと仕上げた状態でもう一度また、はい、このボディをもう一回食らわせてもらって、お互い2ヶ月ぐらい軽く仕上げて、軽くスパーリング、ぜひよろしくお願いします。今日のこう付き合ってる。あ、いいですか。こんな宇宙から見たら一番いい、似合うじゃん。親父二人というか。ここ結構創業がね、50年以上はやってるけど。結構好きなんですよ、竹原さん、こういう雰囲気の。まあ、僕こういう雰囲気のお店好きなんですけど。今もう減ったもんね。減りましたよ。ね、こういうとこはね、3、4人で来ないとね。うん、あ、確かに。付き合うのが一番美味しいですからね。そう。まあ、ぜひぜひ。じゃあ、いいね。早速行きます。50年ぐらい。ちなみにマスターって何歳？僕47です、ね。47、はい。じゃあちょうど30ぐらいです、ね。同じぐらい世代ですね。同じぐらいですね。僕は28なんで。僕は25なんで。はい、全然面白い。じゃあとりあえずおすすめのものを、はいはい、お願いしたいですね。前回ね、はい、反響がすごくて、うんうん、バン中村さんどんな人なんですか。大学に行ってんですよ。すごい聞かれて、いい人ですかって言ったら、いい人だよ。え、いい人がなんであんな高校に行ったんですか。そんなわからないよ。確かにっていうのがいろいろあって、はい、また今日深掘りしたいなと。おー、なるほど。お待たせしました。ありがとうございます。匂いの方に気を取られちゃって、喋ることが飛んじゃってたんですけど、めちゃめちゃうまそうじゃないですか。こんにちは。やっぱ反響結構いただいたんですね。反響結構ありましたね。独特な漁師っていうか、まあ、独漁でもないし、うんうんうん、経歴がね。でも独漁じゃないけどね、まあ、この仕事をしてきたよね。絵を描く仕事をしてるんで、こういう積み上げだ、はい、これはなんか型がある、うん、あの自分でまず一旦デッサンで起こしたものを転写して、それをそのまま自分のセンスで描いて。じゃセンスあるってことだね、うん、手先は器用なの。器用だよね、はい、どちらかというと、はい、昔から、はい。山梨に行ったんだ。そう、来て、ここにだけちょっとみんなにもアウトローのカリスマが、みんなにちょっと話を聞かせてみて。その時のアウトローのカリスマが植えたくん。植えたくん。で、そこに若者たちが来たかった。で、そこからなんか得るものというような会があった。そこのスタッフで僕は。県名お待たせしました。あ、これ有名な。ああ、そうなんですか。めっちゃうまそう。辛そう、めっちゃうまそう。それで話するようにスタッフとしていたので、移動時間も重ねて話すように、はいはい、で、そんな意気投合して、うん、栗田君ってその時、あんなに素敵やろって、いや、もう入ってますね。顔も顔も入ってます。それ中村さんがやったとかないんですか。一度やった箇所もあるんですよ。あ、あるんだ。うん、まあ、その多くはないんですけど、ちょっとだけその本人が書いた手書きの入れ墨というか、絆っていうその一言です。いや、実際ね、それね、その次の日にその事件が起きちゃったんで、はいはいはい、それで血で抜けちゃったんですよ、怪我で。今もう10年経ちます。それから栗田君がまたブレイクして、そうですね、何年後かに YouTuber として活動されてるとしたら、元気でやってるんですけど、けじめをつけたいっていうので、それの恨みっていうよりは、あの時にちょっと結構いっぱいいっぱいだったってことを、どっちは彼もそうだし、僕もいっぱいいっぱいだったから、当時は、なんで俺、こんな捕まえさせんだよっていう思いがありました。なんでそんな男同士の喧嘩でそんな、その思いは当時はあったけど、はい、結局モヤモヤはありながら好きになったので、例えば活躍してる姿を見た時に、昔と変わったなって思ったんです。
人柄が。でそうしたと同時になんか自分も生産したいというか、まあ、なんか謝りたかったっていうのが一番ですね。ブレイキングダウンに応募したけど落とされて、まず最初はブレイキングダウンを4っていうので応募したけど、それでまず落とされて、はい、でそれで結構すぐはたどり着けないっていうのが、っていうのを感じたから、じゃあ自分も YouTube とか SNS とかであの土俵に上がるには自分もそれなりの結果を残さないと、多分ここには上がるのも難しいし、上がらないとやろうぜと言えないなってことに気づいて、そういうのを始めたんですね、数ヶ月で。今度はいよいよ呼ばれた、呼ばれて、あの赤いスーツでついに登場した時のシーン、やっぱそこで、でもう久しぶりに聞いて、本当にそれ久しぶり、揉めなかったの。もちろん彼が逆にまず最初の開口一番謝ってた、あの時は悪かったって言ってくれたから、僕にとってもちょっと拍子抜けしたというか、俺はお前と戦いたいんだと。まあそうですね、戦って、まあ、生産というかね、まあ、もやもやを終わらせれればそれで僕はもういいよって思った、やることができなかった。結果的にオーディションの映像だけ流れたら、彼とはやってないけど、しかも試合もやってないのになぜか知名度だけが急に人やる気じゃ決めて。今ってさ、昔だったらテレビに出て芸能人って言ってもう有名になりたい人が出てたわけです、はいはい、中村さんの場合は、うん、YouTube で爆発してるわけです、はい、これからの展望って何？やっぱ正直ね、本当にやっぱ長くやるかっていうとあんまりイメージが湧いてなくて、うん、みんながこう例えば食べることやってほしいとかっていうコメントとかもそうですけど、望まれてればやるけど、だからまあもちろん NG ないし何でもやるし、みんなが喜んでくれるのはやりたいな。それが今やってるその喧嘩バトルロワイヤルもそうなんですけど、自分がやりたいってことよりいよいよもう人生的にこう後半に入ってくる、なんかどういう風に終わってくんだろうなみたいなちょっとよぎる時があって、喜んでくれてる感じが伝わってるならやっていきたいんですけど、もっとこういうことやったら喜んでもらえるかなってことはあるんだけど、ちょっとぼんやりですけど、それがなんかこう例えば本当に何かで炎上するのか、まあ、なんかもういいんだよって感じをちょっと受けたらもう遠慮なく引こうかなって。でもやっぱりバンさんなんか最近のオブレイして気持ちいいでしょ。俺チャンピオンになった時やっぱ脚光浴びたら気持ちいいじゃないですか。はい、そうですね。やったー、世界チャンピオンになったんだって脚光浴びて、脱落してまたね、ガチンコ上がってまた脚光浴びて繰り返したりとか。そう、繰り返して僕はただいきなり人生普通にって言ってるとこだから、気持ちいいって感じたけど、その後にやっぱちょっと不安とか怖さも。いや、もうもちろんそうでしょ。まあでも不安だって経歴者のそうですね、成り立ってるものもある、ね、基盤があるから、はい、だからそういう怖さっていうのはね、本当にそんなにみんなに知っていただいて、何がそんなにいいのかなっていう疑問もあるの正直。まあでもね、逆にね、悪いことできないからいいよ。そうですね、まあ確かに確かに本当にそれはもうちょっと結構ね、もう本当に通過してますよ。信号一つでもそうそう、ここは行っちゃいけないとか、そうなっちゃうから、ね、自分なら赤でもちょっと行っちゃいそうな動いたけど、ね、そうそうそう。あれ、みぐる君と結構喋ったりする、はいはい、そうですね、喋りましたね。あの時、コラボした時が一番喋らせてもらって。あ、コラボもしてんだ。そう、してますね。その前は、はい、いや、もう一切喋んない。喋ったことなかったんだ、はい、挨拶すらしたことなかった。彼もそういう雰囲気じゃないじゃないですか。まあね、彼はなんか、シャイな感じで喋んないもんね。そう、そういうのがあるから、僕も本当の根っこの部分はあんまり人見知りな部分もあるから。本当です、本当です、本当です。武田さんはバブルも経験する終わる頃でしたよね。バブルの頃は建築業で働きながらボクシングやってて、はいはいはい、ちょうどまだ景気は割と落ちる寸前で、それは割と良かったです。でもあと武田さんというと、僕もちょうどカチンコファイトクラブっていう番組はやっぱり僕もちょうど二十歳やそこらだったから、加藤兄弟とか。加藤兄弟あれ似てる人。ああ、似てる兄貴に。似てます、兄貴に。似てる、両方似てるね。なんかよくその当時から言われてる。似てるね。で、そう、出たかった自分がいたけど、どこに応募するべきか分からなかったっていうスタイルで。そうなんだ、似てるわ、本当は。外に似てる。似てます、ちょっと。竹原さんのコラボした後のコメントめっちゃ来ます。僕もさっき望まれたらって話をしたんですけど、望んでる部分は結構強いと思うんですよ。例えばガチンコファイトクラブって番組の名前かどうかは別として、 ああいうガキどもをというか人生叩き直す的なのを YouTube とかで言われたりしないかなって正直本当に前、あのちょっと世間話的に、僕たまたま今ほら喧嘩バトルロワイヤルっていう番組をやってるじゃないですか、代表として。ああいうような番組をもちろん何なら使っていただいたというか、今は喧嘩バトルロワイヤルって名前しまってますけど、かける竹原ファイトクラブじゃないけど、なんかそういう形で本当にそこからプロを輩出していくじゃないけど、本当にボクシングを目指してくれたら一番嬉しいけどね。そうなんですよ。だから今回日本中から1000人ぐらい応募が来て、オーディションも100人ぐらいでやってます。マジで？そうなんですよ。今やってるんですけど、やっぱりそのなんかちょっと物足りない自分がいて。でもそれって要はブレイキングダウンの一番戦力なのね、うん、今起きてることはそれなんですよ。でもそれに疑問を持
ってて。でもそれって仕方ないことだよ。まあそうなんですけど、結局ガチンコファイトクラブのパブリがブレイキングダウンみたいな、まあ、そうそうそうオーディションからね。そうですね。でそのファイトクラブを全部そのままやるかわからないんだけども、なんかそうやって本当にそこから次のステージ、何か目をつけられた人間が例えばキャラジムに入れるとか、そのような付箋を作った番組として、もしよかったら、うん、その時にじゃあ例えば審査員的に見極めてもらう役をこうやって見せてくれればいいんで、最初はぜひそういうのをなんか今後よかったら協力してほしいなって正直あって。もちろんもちろんもちろん、あれはもちろんもちろん